スタンリー・キューブリックが書く21世紀のロンドンの話、とにかく目が離せない。一番最初ですね、アレックスってやつが主人公なんですけども、このフレームから始まるんですよ。このフレームから始まって、ゆっくり絵が引いていくと、こいつの顔が全く瞬き一回もしないまま、ゆっくり引いてて、これここです。周りに仲間がいて、で、両端に立ってるやつがいて、で、変な女の裸の彫刻みたいなのがあって、これ現代芸術なんですけど、テーブルみたいなものもあって、みんながゆっくりミルク飲んでる。これがカメラゆっくり引いて、最後ここまで、アレックスたちが小さくいるだけ、キューブリック特有のシンメトリー、左右完全対称の構図、ここまで引くところまで見せられるんです。アレックスのモノローグが入るだけで、あとはクラシックの音がかかるだけ。こっから顔のアップから瞬き一回もしない俳優がここまで引くところまでで、本当に目が離せないんです。動きもほとんどない、本当写真みたいなものを見せられてるだけなんです。見てる人間すごいドキドキして緊張感があるというのが映画の最後まで。構図がこんなに決まってる綺麗な絵っていうのは、美しいは美しいんだけども、映画撮る時って退屈になっちゃう場合が多いんです。キューブリックの映画はそこら辺割といろんな形でドキドキさせながらお話をつないでいくので、退屈せずに見れます。で、スマホとか小さい画面向きじゃないです。大きい画面で見た方がこのドキドキ感っていうのが分かる。まあ映画自体は21世紀のロンドンで、主役で映ったアレックスっていうやつがギャングというか、あの不良なんですね。ホームレスを襲ったり、あとは女の人をレイプしたりする、まあとんでもない悪いやつなんです。ベートーベンの音楽だけが好きっていう設定なんですよ。で、これが捕まって強制施設に入れられて、首相肝入りのイギリスをあの不良から守るっていう、あの精神医学の実験台にさせられるんですね。で、ルドビコ療法というやつのに志願したら無罪放免されるということで、アレックスはルドビコ療法という、まあ、治療法に志願します。で、ルドビコ療法っていうのが、両目のまぶたをクリップで固定させられて、残酷な映像をずーっと見せられるってやつなんですね。この医者の手は何やってるのかと、目薬なんですよ。この目薬を10秒間に1滴ずつ刺して、ずーっと、まあ、まばたきできないまま前の映像を見なければいけない。で、最初は暴力シーンとか、こうナチスドイツの映像とか映って、いいねいいねとかって見てたんですけども、限界を超えたところからアレックスが気持ち悪くなってきてですね、で、気持ち悪くて気持ち悪くて仕方なくなると、おまけにその映像に BGM でベートーベン使われて、自分の一番好きなベートーベンとこの吐き気がする感情とか関連するようになって、以後ベートーベンを聴けなくなってしまうんです。治療法を受けたアレックスは釈放された後、あらゆる暴力的な衝動を起こそうとしたら吐き気がするようになっちゃう。で、昔の仲間たちに絡まれて殴られても仕返しができない。昔はこの仲間たちをもう本当にガンガン殴ったり蹴ったりしてたんです。そういうことが全然できない体になった。一人一人昔自分がいじめた人とか、無力なホームレスを蹴ってたんですけど、そのホームレスにも見つかって一人一人復讐されるという話なんですよ。で、復讐されてそれだけの話かなと思ったらですね、最後ドルビコ療法の効果が切れて、こいつの復讐が始まるみたいなですね。そんななんかとんでもない映画になってなるんですけども、そう映画でありながら、スタンリー・キューブリック映画の左右対称の美しい画面のままバーッとやるから、なんかね、とんでもないものみたいな感じになるんですね。時計仕掛けのオレンジはすごく面白い作品。